はい、どうも、ワンマンエリックです。さあ、大丈夫ですか？息してますか？さあ、今回の動画のショー、ね、に、本題に入る前にね、はい、5月のね、はい、ご覧の日時で収録しております。さあ、まだね、自粛でね、騒がれている中でね、改造したね、まあ、ちょっとこれ走行動画にね、ちょっと欠かせない、ね、走行動画にね、欠かせない、ちょっと話っていうかね、まずこちらの画像をご覧いただければわかるんですが、見てわかりますよね。これね、走行、まあ、前回までのね、この間までのね、走行動画をご覧いただいている方はご存知だと思いますけど、このね、伏線でね、ミニ橋脚をこのような使い方したんですけど、やっぱりね、転覆事故とかね、脱線とかね、ちょっとここがね、レールのね、ここの、つなぎ目がね、歪んでたりとかしてね、ちょっとどうしようかね、というふうにね、ちょっと悩んでたね、ものとしてこれね、まあ、走行道路側にね、ちょっと欠かせない、はい、こんな感じでね、やってたんですけどね。はい。はい、こんな感じ。これをさ、つなぎ目がね、歪んでたりとかし、まあ、お察しの方はよろしいんですかね、細かいことに。お察しの方、まあ、大体ね、でもこれをさ、なんだっけ、ミニ橋脚を伏線で使うとしても、どうやって使うんだっていう話なんですよ。そこでですね、思いついたのが、はい。こちらのね、はい、ミニ橋脚を改造してみました。じゃじゃーん！はい、こちらですね。こちらのね、ミニ橋脚をね、まあ、上下だから、両方に、まあ、セットするとして、まあ、こちらがね、必要な数としては、12本だから、材料は、まあ、種元は、こちらのミニ橋脚のね、を2個使っております。それをまあ単純に接合しただけっていうもんですね。まあ、詳しい、説明する YouTuber さんの方にね、まあ、割愛させていただきます。はい。こんな感じで出来上がりました。まあ、細かいことはね、こちらのね、作り方を知りたい方は、下の概要欄にね、説明動画がありますんで、そちらをね、ご参照いただければわかります。さあ、これだけだとちょっともね、物足りないのでね、はい、続いてはですね、以前にね、C12 型のね、旧型の金型だっけ、金型をね、のね、蒸気機関車を C10 型蒸気機関車にね、改造してみたっていう動画ありましたよね。まあ、ご覧いただいてない方は下の概要欄にね、説明欄に貼ってある動画をご視聴いただければわかりますが、はい、こちらをね、再改造しました。じゃじゃーん！はい、どこを再改造したのかっていうと、はい、まずね、デカールね、最初なんかYouTuber 復活の時にちょっとね、ナンバープレートがちょっと落ちすぎたのでね、小さくしました。うん。はい、こんな感じですね。まあ、あとは変わってないかな。まあ、ナンバープレートを単純に変えただけですね。はい、続いてね、はい、こちらですね。こちらもナンバープレートをね、ゴミな感じをね、もうやめてこんな感じにしました。はい、もう、ご覧の通りですね。はい、ここにね、金色を塗っときました。ガンダムマーカーでね。はい、こんな感じにね。はい、っていう感じですよ。あと、さらにですね、さらにですね、あと、C62 のね、はい、四六に、あと、はい、さらにですね、はい、C62 のね、はい、四六にですよ、はい、四六にもね、ね、前に、まあ、以前にね、C62 2号機にね、なんだっけ、タミヤ製のモーターをつけるという、改造の動画あげたんですけど、まあ、そちらの説明に、まあ、お任せするとして、ちなみにこちらの3号機もね、同じくね、2号機と同じね、タミヤ製のモーターをね、搭載させていただきました。はい。まあ、詳しい、まあ、走行動画はまた別の機会にするとして、はい、それとね、まあ、機体を
応ね、あの1号機とね、ちょっと代替したっていうか、元の状態に、まあ、戻したっていう感じですね。あの、なんでかっていうと、こちらのね、まあ、2M 化にしないとね、あの、まあ、まあ、いや、細かいことは、あの、なんで、夜会メーバーのね、あの、走行動画をご覧いただければわかるんですけど、あの、下の概要欄に貼ってある、なんだっけ、スーパー、あ、じゃあね、あずさ、E353系のあずさ気持ちええの、あの、動画、あの、走行、動画気持ち、あ、走行会気持ち動画の方をご覧いただければわかるんですよ。赤いアメーバさんのね。まあ、その動画をご覧いただければわかるんですが、こちらをね、まあ、赤いアメーバー側のね、あの、7両以上の推奨規定に基づいてね、やっぱり 2M 化する必要があるということで、まあ、まあ、それにクリアした10連ですね。まあ、こちらもね、あの、前回のなんか、まあ、その動画の中でも、まあ、ご覧いただければわかるんですけど、なんかね、高速のね、あの、弾丸感がちょっとね、薄すぎたというか、なんて言ったらいいんだろう。速さがね、ちゃんとね、あのね、皆さんの、まあ、ご存知の、あの、タミヤ製のモーターらしい、本領発揮がね、ちょっとできてないということでね、あの、3号機にもね、過去に、ね、あの改造した2号機と同じね、あのタミヤ製のモーターを搭載したという、まあ、単純な話ですけどね。まあ、細かいことは下の概要欄に貼ってある動画にね、ご参照いただければ分かります。では続いてですね、はい、こちらですね、はい、もうお気づきの通り、まあ、この間ね、紹介したね、はい、こちら8630号機と、はい、58654号機の方ね、はい、蒸気機関車はもちろんなんだけど、はい、こちらもね、はい、トーマス号の C11-227 と C56-44 にはね、あ、最初ね、セロハンテープでね、止めてたんですけど、セロハンテープだとね、あんまり良くないのでね、個人的にはちょっとね、永久的にね、はい、パテを使ってもう埋めちゃいました。はい、ご覧の状態ですね、ご覧の感じに埋めちゃいました。はい、こちらも同様ですね。はいはい、もうガンダムブラックを使っており、あ、ガンダムマーカーを使わせていただいてます。まあ、見栄えを良くするためにそこはもうね、ガンダムマーカーを使わせております。さてと、ちょっと待って、ちょっとね、今回の動画もちょっとズタズタな、ね、展開です。失礼をおかけしますが、はい、では最後はの前に、そうだ、こちらもそうだ、こちらもね、松岡さんの動画の見てね、参考にしようとしたんだけど、まあ、これはいいや、こちらはいいや、これね、プライター使えなかったら、こちらもパテで使っております。まあいいや、細かいことは置いといて、そいつはよりもっと紹介しなきゃいけないのがある。あ、これですよ。はい、最後にね、はい、紹介するのは、はい、こちら、じゃじゃーん、はい、こちらのね、過去にね、高周走のためにね、後尾車に連結機を取り付けたね、京成スカイライナー AE 型ですね。AE 型のね、どこを再改造したかというと、前回はね、はい、ここにね、止めてたんですけど、それで、後にね、ところが後にね、松岡さんの動画を見て、全然やり方違うじゃないかと思ってね、見て思ったんですけど、全然違うじゃねえかってね、驚愕しちゃいました。なんでかっていうと、前ね、つけてたのはここです。はい。前ね、うちがつけてたのは、ここだったんですけど、まあ、ネジ止めてたんですけど、で、今回新しくなったのは、はい、こんな感じですね。まあ、詳しいことは下の概要欄にね、貼ってある松岡さんの動画の方にね、ご参照いただければわかります。ではね、今回のね、はい、動画は以上とさせていただきます。ではご視聴ありがとうございました。